俺に何かも。覚悟はいいか。赤目、そろそろキャッスルに案内してくれ。オッケー。いや、待たせて悪かったな。上流が大阪に来たんはこのためやもんね。一応理解はしてくれてたんだね。当たり前やん。ただ、行く前に一つ聞いときたいんやけど。なんだ。上流、高いとこ平気？あの船、かなりでかいな。ただ、なんでキャッスルなんだ？よくぞ聞いてくれました。船に降りたらすぐわかんで。一番奥のやつ、キャッスルやろ。大阪城。そう、巨大コンテナ船に大阪城を持った大人のアミューズメントパーク。ここに出入りできるんは指折りの VIP だけなんやで。この船のオーナーは近江連合本家でな、海外の使い古しを二束三文で買い叩いたっちゅう一品ですわ。今は近江の貴人会っちゅう組が仕切ってるんやって。貴人会。昔から近江の汚れ仕事を専門にやってるって噂の極悪ヤクザ組織や。ここの売りは無制限の自由っちゅうとこかな。飲む使うは当たり前。遊びに来てる VIP の方々は何をやっても許される。ただしスマホの持ち込みは禁止や。うちらもさっき預けさせられたやろ。撮影録音が OK やったらお客さんは自由に遊ばれへんからな。法の目も届かねってわけだ。そういうことやね。昔は会員制の高級クラブとかやったらそれだけで秘密は漏れんかったけど、
今は国民全員スマホ持ちの総ジャーナリスト時代。そこで変態の心をつかむ近江の極道が新たなビジネスを立ち上げたわけやな。例えば特殊な性癖をお持ちの VIP 様はここで欲求を満たしていく。スピードが落ちてきたな。さあもっとムチを入れて。いいの？じゃあ行くよ。もちろんだ。思いっきり乱れちゃっていいからな。わかってる。欲望をぶつけられるんは大抵ギャンブルで首が回らんようになった連中や。最後の一発逆転狙って結局それにも負けたお人たち。せやから景気の悪い時ほど補充に困らんみたいやわ。でさらにもっと派手なんが見たいお客さんにはあれや。闘技場か。ローマの昔から客を沸かすんは流血の殺し合いっちゅうわけ。せやけど夢もあるんやで。ボクシングの元世界チャンプやら伝説の格闘家に幻の殺し屋、傭兵、金メダリスト。そんな連中に VIP が大金を張り合うから選手の稼ぎもでかいんや。赤目、ここの仕切りは鬼人会って言ってたな。渡瀬組は何も噛んでねえのか。渡瀬組？持ち噛んどんで。あそこの闘技場は毎晩イベンターを近江の組が持ち回りでやってるんや。で、なんと今夜は奇遇にもその渡瀬組の番やね。なんだと？上流が持たされてた例の赤虎な。あれは闘技場出場のチケットなんや。力さえあったらなんぼでも稼げる夢のリングへの特急券。せやから裏社会に持っていくと結構な値がつくんやで。うちの役目はそれを持った人をキャッスルの闘技場へ案内すること。裏社会でも絶大の信頼がないとできん。こんなん任されてんの大阪ではうちだけや。お前なんでもっと早くそれを言わなかった？だって上流赤虎の意味知らんかったやろ。普通はみんな喜んでくるんやけどな。もし闘技場はいやいやってこねられたらうちの責任やね。けどもうここまで来たら船出られへんし。やってくれたな。大丈夫やって。あんたかて腕を見込まれて赤虎渡されたんや。まあ最初は前座やけど上流やったらきっと選手になれる。そん時は渡瀬組の人からどえらいご褒美があるはずや。もしかしたらそのプレゼンターが鶴野さんかもな。なんで手間暇かけて仲間に引き込まなあかんのか。証明してもらわんことにはいい加減こっちもアホらしゅうなってくる。なるほど、そういうことか。なあ上流、もしかしてうちのこと怒ってる？いや、むしろいろいろガテンが言ったとこだ。するのは俺を試す気でいるらしい。だったら乗ってやるさ。そして必ず後悔させてやる。よう分からんけどうちに怒ってないんやったらオッケー。でどこに行けば闘技場に出られる？あの闘技場入るとこに受付がある。行ったらすぐ分かるわ。ん？なんだよ、お前はここまでか。キャッスルはうちも選手同伴やないと来られへんからちょっとだけ見物しに行かせて。後で合流するな、ええやろ？ふん、分かった。好きにしろ。そうないすねた声出さんでもええやん。ほなまたな上流、一人で受付済ますんやで。
よう無事に着けましたな、キュリューさん。いや、上流でしたっけ。お前は獅子道、そう呼ばれていたな。今日は顔隠さなくていいのか。ええ、ここでは近江連合の力が法です。心配ご無用ですが。するのはどうした。花輪さんの面倒を見てます。最初は俺が世話しとったんですがね、ちいと可愛がってたら殺す気か言うて取り上げられてもうた。難しいもんですな生き物飼うっちゅうのは。てめえ、仲間死なせたくないんやったら闘技場へお越しよ。あそこ生きて出られたら花輪の居場所を教えします。がっかりさせんでくださいよ鶴野の頭も期待してますんで。花輪は返してもらう。その後お前らにもたっぷり礼をしてやる。あの人は鬼人会の会長、三代目西谷誉です。このキャッスルを仕切る近江連合の大幹部。若くして金とカリスマと大した殺しの腕をお持ちです。まさに関西極道の鏡や。俺にはどうでもいい話だ。いつまでもお前らのお遊びに付き合うつもりはねえ。そうですか。ほな俺はもう行きますわ。せいぜいお客さん盛り上げたってや。なんや上流、お友達でもおったんかいな。そう見えたんならお前の鈍さも大したもんだ冗談やって。それより闘技場の受付済ませた。まだこれからだ。ほんま上流はうちがおらんと何もできんな。ほなうちに任せとき。こっちや。毎度グラディエーターのお届けです。お待ちしてました。赤目様、出場の資格はお持ちで。おめでとうございます。大きなチャンスを手にされましたね。登録は何というお名前にしましょう。上流や。かしこまりました。よっしゃ、これでスタンバイ OK やな。せやけどリングに上がるときはグラサン外した方がええで。ああそうか。そいつはまずいな。なんで？顔を見られたくないっちゅうこと？ああ覆面がいる。どっかで手に入れねえと。あの上流様、よろしいでしょうか。ん？先ほど渡せ組の獅子道様からこちらをお渡しするようにと。なんやこれ、プレゼントかいな。そのように受けたまわっております。あの野郎、完全におちょくられてんな上流。他にいくらでもあんだろうに。なんでこれなんだ。まあ上流がこれかぶって戦うのもシュールでおもろいけど。そうか。他に準備がお済みでしたらいつでもお声掛けください。
上流様。ああはい。皆さん楽しんでいただけていますでしょうか。今宵はこれまで死者5名。さあまだまだ血が足りません。そこで本日のイベント渡瀬組プレゼンツ歴史的な極道の構想3連戦で再現いたします。3連戦何が始まる。知るか、俺たちは前座のカマスイヌだ。説明なんざ、毒にされやしね。獅子道よ、あの5人渡瀬組で集めてきたんだろう。いっぺんに死なせちゃっていいのか。今夜のキャッスルを盛り上げるためですわ。それに全員がやられるとも限りません。へえ、なんか面白いのでもいた。ええ、期待の新人が一人。20世紀の終わり、大阪近江連合の目をかすめ人々を苦しめていたのは国際犯罪シンジケートブルードラム。この夜町への無差別放火を企てていた。そこへ現れたのは若き日の渡瀬組長だ。くそ、私は丸腰だぞ。あのデカブツが渡瀬役ってことか。渡瀬組独立の創設、ブルードラゴン壊滅作戦。我らの渡瀬組長、甘かな花を咲かせます。マジか、こっちなんて無理だろ。ハンデをやる必要はなさそうだな。来い。
なんと渡瀬組長を倒れる。歴史が変わってしまいました。よう獅子堂、あいつだろ、期待の新人。へい。せやけどまだまだこれからですわ。さあ歴史的な極道の戦い、次なる構想は2005年、カムロ町登場会を手中に収めんとする凶悪な極道錦山明。無造無造の暴徒を煽り、いつしかカムロ町は暴力の渦に。暴徒たちの狙う男はただ一人、伝説の極道堂島の竜、桐生一馬。手加減はしねえ。死にてえやつだけかかってこい。人をおちょくってやがる。さあ皆さん、傘はお持ちでしょうか。血の雨が降ってまいります。ご注意を。島の竜桐生一馬、キャッスルに散る。なんとまたしても番狂わせ。今日の闘技場はまさに筋書きなしの殺し合い。ええぞ上竜、もういっぺん生き残ったらご褒美や。上竜、あいつがそう呼んでくれ言いますんで、本名は言うてくれんのです。へー。